K1 公式 SNS では K1 の最新情報をはじめ、各 SNS でオリジナル動画やコンテンツを随時配信中。フォロー、友達登録してパソコン、スマホで K1 を楽しもう。さあ、2017年、この本戦最初の戦いがライトで左ハイキック、見事に一撃必殺デモリッションルキア、強いわ強い、あれを出せるんですね。それだけでこれ十分威力がありますよね。中村さん、ここでこれ出すとは。いや、そうですね。パンチの前になってきたね。そうですね、この距離になるとやっぱ、おお、立った立った、チャンピオンがダウン。やっぱこうすごいこのやりにくいというか見えないんですよね、前に行ってる分、交通事故のようにバーンと、あー効いた、ボディ効いた、どうだ、立てるか、悶絶だ、西本が悶絶、仁王立ちの旭さん、斬新を取った。変えましたね、はい、これがもう効いたのか、片付き蹴り腹部へ圧倒して勝つという野入正明の公言通りか、完全にボールを狙った、この死の左ミドル、悶絶、ワンオンフェイ、悶絶させた怪物野入正明。押し込んでいったところ、寺島光る、さあそこからどう盛り返すかという陣屋のボディに右の蹴りが突き刺さった、この一発で体がくの字に曲がった陣屋、寺島の蹴り鮮烈すぎる一撃。これ1分切った、第3ラウンド、ハイキックを返す久保、うわ逆の回し蹴りも見せた、いや、もちろん疲れますね。逃げー、た決め切るのか、たルークが、何もさせなかったよね。なんということだ、すごい、山崎秀明が復活だ。1ラウンド1分24秒1ラウンド。でも相当破壊力がありそうですね。そうですね。リダのパンチ、後ろパンチ、リダの前左だ、大胸をまともに捉えた、立てない立てない、これで肩にはまらない自由自在の動き、ド派手な技で KO します、宣言有言実行、90歳リダ。スネからはこれ出血がだいぶメイヤーは見られていますね。これあれですね、多分、はい、古傷ですよね。開きましたか、バースペンゲットだ、
関根さん最高の一発見せました。いや笑顔強いわ。強いですね。今の後ろ回しにかかとがめり込んだんじゃないですか。バッチではなくあの回転の蹴りで。中村さん、サービアにしてみますと、はい、これ、はい、ハイキックのやつですね。バックスピンキックへ。おお、左ボディ。マサトさん聞いたという声そのままです。ちょっと終わり、もう倒しきってしまう。これが最終形、最軽量タケヨシキ。1ラウンド経て2ラウンド以降どうなってくるのかなっていう、まあ残り時間しか少なかったけど、後ろ回転回し蹴り、これがテンプルに当たって尻餅を突きかけました。伊藤ダウンとなっています。いやダウンではないというアピールありましたがね。タイミングで伊沢奈美との蹴り、遠い距離でこの左の蹴りが当たる。おお、終わった、一撃。すごい KO がプレリミナリーで生まれた。あれですね、最近 K1 ジャパングループのバックスピンキックの KO 増えてるんですよね。はい、やっぱこういう空手のバックボーンを持った選手がこの K1 ロールに対応してきたことで、やっぱこういう KO が生まれやすくなってますよね。前傾で打ってますから。うわ、一瞬の、うわーすげー、一瞬の胸しげり、なんと強烈な強烈な結末。すごい、最後回転回しげり。いや全く見えてない、想像もしてない技だったんでしょうね。斉藤優斗の方です。うわ、来た、バックスピンだ、ダウンだ、ダメだ、うわ、もうのたれのた打ち回る足が勝ちました。斉藤優斗の強烈なバックスピンキック。いや、後ろ回し蹴り、バレーの試合1ラウンド1分4秒、1ラウンド1分4秒。ただ本当に安保選手おっしゃったように、はい、中島の右のフックは有効だですね。そうですね、前蹴りとかすごい蹴りもいいですね。後ろ回し上段蹴り、止めた、鮮やか、すごい鮮やか、中島プレッシャーかけてます、ね、やりづらいはずですけど捉えてますよ。おめでとう、すごい当て感が、あの捉えた空中走、まあ、なかなか当てれないですよね。あれドンピシャに捉えてダウンを奪っています。勝者、鈴木優斗。